僕のこのチャンネルで人気なのが最強伝説って、前田さんいっぱいあるんですよ、はい、大阪時代がまずあるし、プロレスラー時代があるし、 UWF 時代があるし、リングス時代もあるし、はい、大阪時代が中野英雄さんが出た時に、はい、赤井さんと前田さんがやっぱり、はい、あの北陽高校の前田、そうそうそう、で浪速高校の赤井、そう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 、でもう一人阪神の岡田さんがいたんですよね。岡田って俺はあの北陽で1年生の時3年生ですよ。先輩だったんですね。先輩です。その3人がやることはなかったんですか。いや岡田さんはそんな喧嘩とかやってて暇ないんですよね。野球ですか。野球で当時はねピッチャーで呼ばんたんですよ。あ、ピッチャーだったんですか。そうそう、ピッチャーだったんですよ岡田さん。人生本当は中野秀夫さんが言うには、はい、赤井さんと前田さんが喧嘩しそうになった時に岡田さんが止めたっていう。いや実際はもう赤井と会ったことないんですよね、大阪の時は。交わらなかったんですか。というのはもう赤井君は遠征が全然違うんですよ。自分はもう阪急京都線じゃないですか。で彼はなんかあの浪速高校なんで近鉄かなんかですよ確か。あ、その電車が違うと違う、交わらない。全然合わないですね。京都線ってね忙しいんですよ。すごい。京都線はねまずねこう大阪でこう住職でしょ。はい。淀川女子だったんですよ。はい。ここはね通称淀ブスって言って。淀ブス。スケバンのね宝庫だったんですよ。あ、女の強いのがそこに。そうそうそう。で北陽があって。北陽やっぱ強かったんですか。強かったですね。あと浪商があって。あ、浪商もあるんですか。はい、浪商があって、あと整形とか整形女子って言って、まあ、これも強いスケバンの方向ですよ。あ、じゃあ淀川と戦ってるんですか。そうそう。であと大鉄って大阪鉄道高校ってあって、はい、ホームも悪いがいっぱいいたんですね。俺そこに友達何人かいて、である時なんかバイクでこう迎えに行ったら、はい、中まで来てくれとか言ってブーッと校舎、運動場まで行ったら、はい、もっと仲間で来てくれとか言って言われたら、ああ校舎の中走りましたよ。バイクで。はい。本当に中まで。廊下の中走りました。廊下の中。バイクでバーッと走ってたら、もうなんか20人ぐらい追っかけてきましたね。おら待てとか言って後ろバーッと。その学校の不良たちが。はい、先生がね、受け止めて、どこのやつやとか言って、って逃げましたね。だからすごいよね。こういう話をして笑うんだもんね。だからそういう不良たちのドラマとか映画の元なんですね、はいはい、多分そうですね、はい、後々学園ドラマの中でなんか俺もと思ってましたけど、よく考えたら俺の話が元なんですね。そうでしょうね、はい、喧嘩とかやっぱしてたんですか。あのね、もう京都当時のねなんかね、電車内っていうのは、はい、もうすごいシュールで、こうやってパッとこう座って、こうやってってパッと目合って、相手の人目合ったらもうそのままずっとこうですよ。ガンの飛ばし合いでもう離さないですね、はい、で次の駅で降りたりするんですか。次の駅で降りたりするんですか。次の駅で降りたりするんですか。態度がバーって言って、お前なんか用かとか言って、でその座ってる人に蹴り入れたりとしました。顔に顔面直撃しました。通学中でしょ、はい、であともう淀節とか整形の女の子はもう夏場とか、はい、なんかね今でも覚えてますよね。なんかね俺阪急梅田駅がこう乗ってこうやって乗ったらもう重曹取れるんですよね、淀ブスはね、はい、かっこいいお姉ちゃんだけど3人こうやってなんですよ、はい、みんなもなかなかあれで、ほんで上はこんな短いんですよね。あ、下は長いけど上は短いんですよ、はい、上短いんですよ、はい、でこうやったらねブラジャーの下が見えるんですよね、はい、でこうやって見られてたら、ね、あんた何見てんのと言ってイチャモンつけられてイチャモンつけて、で、あ、ごめんね、ちょっとなんかもう疲れてるからちょっと寝そうになってとか言っていいのあれやったら、冷房のない普通車だったんですよ、はい、3人揃ってね、暑いねと言いながらこうやったらね、眉毛ないね。そうか、そってた時代なんですね。そうそう。あとたまに後ろから行ってこうやってスカートパッと見てピャーッと投げて上でこう団子結びちゃう。本当にそのドラマみたいなことって本当にやってたんですか。やってましただから元ですね。やってました。負けたことはなかったんですか。いや、1対1じゃないにしても1対10とかあるじゃないですか。いや、黒崎サイドがありますよ。それどういう状況だったんですか。いや、もう次から次へと増えてきてどうしようもなくなって、1対1で始めたら。そう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 、はい、で帰り道住所からポンってポンってやられたりとか。ああ、ね、もう闇討ちみたいなもんですか。そうそうそう。それしかししに行くんですか。いや、もうそれ夜で暗いし誰か分かんないしみたいな、もう誰にやられたんかなって思い当たるやつがいっぱい言い過ぎて分かんないけど。そうか、うん、1人2人に恨み買ってりゃ分かるけど、そうそうそう、10人20人だとどいつかもう分かんなくなっちゃうんですね。分かんないですよね、はい、ここ卒業した後に暇だからバイク乗ったんですよね、はあ、当時ねグレンっていう暴走族と極悪っていう暴走族がいたんですよね。あ、大阪の、はい、
気をつけなきゃいけないのは、街の中走ってるときはいいんですけど、こう郊外行くときについていくとサーファー狩りやるんですよ、こちら。サーファー狩り。サーファー狩りですか、はい、サーファー普通にボコボコにするんですか。そうそうそう。でそういうのに加わりたくないから、もうそういうときはあと少ないんですけど。なんでサーファーを狩るんですかね。もう目の敵にしてるんですよ。ナンパでなんか女の子をチャチャラ持って、綺麗な女の子を持ってっちゃうから。そう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 。でそれはやんなかったんですね。やんなかったんです。ほんで大体万博公園の周りぐるぐる回るかあと大阪の環状の内回り外回りをぐるぐる回るか、もうサーキット場みたいにして、はい、でそういう時一緒にこうやってくるんですよ、ね、ああ一人で走っててもつまんないから、はい、でこうやって言ったら、あ今日は万博の方行くなと思って、うんって言ったら、あの万博の公園の手前でなんかあれやったんですね、あの検問が、はい、うわどうしようかなと思って、もなんかこうやって暴走族後ろついてるから、後ろパトカーが追っかけてきてるんですよ。あもう挟み撃ちですね。そうそうそう、で俺もう最高列の方じゃないですか、まあ、いやもうこれ逃げれないなと思って、前でどうするんだろうって、みんなウィンウィンで突破するんですよ。ああなるほど。あもうこれ突破するしかないんだなと思って、でも俺がもう最高速勝負やったら、ウィーンって言ってたら、俺の前のやつでも 50m 100m ぐらい跳ねてるんですけど、周りこう後期が待ち構えてね、こう歌詞の六角棒、歌詞の棒があるんですよ、ぶん殴るやつ、あれをね投げるんですよ、ピャーンって、はあ、両方からこうやってほんだらね、当たりそうで横そこのってパンピャン倒れて、ずーっていって、でダーッ捕まったんですよね。ほんでそれ避けていこうと思ってやったら、俺も投げられて、うわーっと避けてると、俺もパン引くやったんですよ。ほんでその瞬間にまた攻撃うわー来たんですよ。もうめった打ちじゃないですか。でみんなで殴る気ですよ。であまりにもやるけど頭にきて、はあ、もうただやるの頭にくるなと思って、一人二人ちょっとボコってやれと思ってボボボボーともうやったら、あボコボコにされながら立ち上がったんですか。立ち上がったんです、はい。やったら一発一人おばあさんきれいに口に入って、はい、歯が何本か飛んだんですよね今度その人がこう、あこいつこうもしこぼうがやとか言って、いや自分たちはいっぱいできてんのに。そうそう。でだからおばあが一人行った瞬間に、足に一人胴に一人って感じでわーっとこうしがみつすぎて、で倒されてボコボーってやられて、で、ワッパはめられて終わりですね実話だからね、すごいっすね。実話です。だから今例えばさ、そのリング上でのファイトスタイルが天心くんなんかが漫画を超えるっていうけど、余裕で超えてんだよね前田明っていう存在が漫画を超えちゃうんすよね。そんな話ばっかでしょ、だってそんな話割とだってこれもだって大阪編であって、はい、例えば新日入ってからもあるじゃないですか。知ってます新人で入ってスパーリングをみんながするんだけど、はい、誰も相手してくれないですよね。そうそうそう。ある意味いじめですよ。お前みたいな新人相手しないっつったら、猪木さんがおっつ、じゃあ俺とスパーリングしようっつって、じゃあそっからお願いします。お前ちょっとこっちは来い。あ、猪木さんが。猪木さんが、あ、何でしょうかって。俺はスパーリングやってやるよって言って、ありがとうございますって。でもふと考えたら、天下のアントニオ猪木とスパーリングかと思って。だって新人ですもんね。そうです。何にも知らないですもんね。プロレスでその時やっぱり一応無双館検診の2段で指導員だったんで、ちょっとなんかもううかつなことして、なんか下手にペタッとやられたらかっこ悪いなと。自分の肩書きを汚すわけにいかないですもんね。そうそうそう。名誉守んないといけないし、どうしたらいいんだろうなと思ってて、ふと考えたら、あそういえば大山摩擦さんの本人は空手バカ一代ですか、はい、アメリカでプロレスラーとやるときには必ずやらなきゃいけないことがあって、うん、目つきと筋的切れは必ずやらなきゃいけない。私はアメリカに行く前にそれをあの必死に練習したっていうことを書いてあったなってでもいきなり筋的目つきやったら猪木さんにも悪いなと思ったんで、猪木さんに一応あの自分レスリング何も知らないんで何をやってもいいですかって聞いたら、猪木さんおおいいよ、あ何でもやってこい、いいよいいよ、よし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 ですよね、って言って、ほんで始まってこうやって構えたから、いきなりパカーンってバーンってやったら筋的入れて目つぶしたんですか。そう筋的入れなんか当たんなかったんですよ、あんまりね。なんか内ももに筋肉が立ちてるんで、はい、ガチンと当たんなかったんですね。で目はなんかこの辺、あの親指はこういうふうにこすったような感じなんですね。親指は、はい、サミングみたいになってるんですね、はい、でまあ親指の方深く入るから、まあ相当効いただろうけど、ああ怪我しなかったらいいなと思って、あと猪木さんがやってやった瞬間に、周りで練習した選手が、お前何すんの社長にって言いながらブワーッと上がってきて本当にぶっ殺すそうですよね。でみんなにボコボコされたんですよ。ほんでボコボコされたら、いや何を言ってるって言うから、やったのになんでボコボコされたの、猪木さんが言ったんだって。そうほんでこうやってこうやってこうやって顔こんなになって、ほんでリング降りてって、
降りてったら藤原さんがパッと来て、もうニヤニヤしながら、こいつお前は面白いなって言って、なんかもうバカは知らなきゃ治らないとお前のことだなとか言って、でそれが翌日からね、藤原さんがコロッと変わって面白いって、あ、来い来い、あー、なるほど、そうで繋がってくるんですか。そうです、で繋がったんですよ。猪木さんには怒られないんですか、そういう後は。いや、猪木さんは一言、お前仲間なんだからそういうことするんじゃないよとか言って一言言うただけ だけで、あとは何もやらなかった。安定力としても、ね、この子まず常識を知らなきゃいけないなと思ったんでしょうね、はい、多分、はい、まあでもなんか17、18で1メーター90ぐらいあるし、うん、なんかもうこんなやついないなっていうんで、多分それ大事にされたんですよね、多分ね、今から考えると。逸材としては磨けば絶対光るってやつですもんね、はい、で、トンパチだし。そうそう、このトンパチっていう言葉があるんですよ、プロレス、これ、はい、プロレス界の言葉ですか。あれ、相撲界のことですね。相撲界ですか、はい、もう切れたらわけわかんなくなるで、一番最初に荒川さんがこう、お前トンパチ、アキラお前トンパチだなとか言ってって言われて、でそれがみんながトンパチトンパチって言うのだったんですね。名前で言われるとか、もうトンパチちょっと来いと言って、全部俺のことですね。あと試合上でこう矢尻やついるじゃないですか、はい、矢尻パッと言って、なんか地方に行くとね、こう矢尾さん多いんですね、はい、で、矢沢さん置いて、なんか、で、あ、矢沢さんだなと思うと、お、トンパチ行けって彼女に言われてましたね。お前何やってんだとか言って、言うやついるじゃないですか。で、それをつまみ出して取ったらいけないんですよ。それがトンパチの役目ですか。そうです。で、なんかしらの、その時、ちょっと柄の悪い、ちょっと怖そうなら何するか分からないの、お兄ちゃんの時は、彼女に呼ばれて、はい、お、トンパチ行けとか言って。はいとか言って、何も明るく素直に走ってて言われるがままにやりましたね。矢印さんやつの後ろから閉めて出しちゃうんですか。そうそうそう。ほんだらそれはもうなんかもう、あと宿泊先の旅館になんかもう車に3台乗り分けて、なんかダーッと僕と思ってやってきて、あ、首ごと来るんですか今度、はい、ほんだらそれ山本さんとあと何人かが応接して、ほんで、俺は何かしら呼ばれていって、ああ、まあ、全力じゃないんですよね、一応見せしめとしてですか。一応見せしめとしても殴る気にされてるんですけど、はい、あ、相当加減してくれてるなっていう分かるようなやり方でやって、音だけでかくするとか、 で、すいませんでしたって言って、一応まあ謝らされて、こいつもこうしてるんで許しちゃってください、はい、分かりませんでした、すいませんでしたって収まるみたいな、ね、それがトンパチの役目。そう、トンパチの役目です。六本木のね、プライベートですか。プライベートです。ちょうどね、戦後50周年の時だったんですね、はい、で、あの六本木の交差点からこうずっと奥行ったところ、こうなんていうか、ロアビルがあって、六本木 あのキャンティーがあって、ありますね、あの交差点あるじゃないですか、はい、で、キャンティーの前にベンツを見たんですよね、はい、で、それ左突き当たって右行ったら、当時なんかあのクラブがあったんですよ、外人がよく来てる、うんうんうん、で、俺キャンティーで飯食って、で、いうことしたらなんかあの飯食って、こう車で出そうとしたらもう黒人が何人かもこうやって自分のベンツを持ってくれなかったらこうやって寝てるんですよね。で、ちょっと俺の車だと、そう、ちょっとこれ俺の車でちょっとこうやってどいてくれとか言ったら、で、なんだかだなんだかだって言って言って酔っ払ってて、うん、バーンドア開けたんですよ。ドア開けたらへっこんじゃったんですよ、ドアが、はい、頭に来て、一人が大きな泳ぎにパーンって言わせたらバーン吹っ飛んだんですよ。で、もう一人ずつバーッ掴みかかってきて、掴みかかってわーっとこれどうしようかなと思って、これあんまなくって外人でも警察だったら警察だったら大変ですもんね。そう、めんどくさいなと思って、はい、やったらまだ 2,3 人わーって来たんですよね。あれ、これ4人になったぞと思ってさ、はい、いや困ったなと思って、で、どうするのかなと思ったら、奥の突き当たりに公衆トイレがあるんですよ、はい、で、そこにこう引っ張っていかれるとするんで、あ、もう引っ張っていかれるんですか。そう、引っ張っていかれる、はい、あ、これ中でボコろうと思ってるんだなと、うん、中でボコろうと思って、中だったら外から何も見えないしいいかと思ってボコられる怖いじゃないですね、はい、ここだったらボコれるって考えるんですね。そう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 。ほんで、何気に振ってみたら、こう軍票ぶら下げたんですよ。あ、みんな軍票、あ、米軍じゃんと思って、あ、米軍じゃ芝居ても分かんないでしょと思って。そうですね、向こうも言えないですもんね。そうそう、よしと思って、で入っていったら、入り口になんか便所ぶらしがあったら、前のやつをパーンって突き飛ばして、突き飛ばして前の壁にバーンって一人ぶつかって、ってなった時に、こう自分の横に行けるやつにこうバーン突き飛ばして、便所ブラシでガーンって言って、で、投げて、で、顔を重きカートで踏んだら、カートが顎の中に入ったんですよ。ほんで、でそこからまず別に一人バーッと走ってきて、で、こう、なんだこいつと行こうと思って、こうやってパッと言って、こうやって、I like you, I like you って言われて、で、それで、あ、もうこれでも逃げなかったなって言って、ってかかと口に入れたやつが倒れてますもんね。で、終わりですか。終わりです。で、ドアへこんだベンツで帰るんですか。ドアへこんだベンツで帰りました。
と。すごいよね。Don't you fan of Japanese とか言って。日本中なめんじゃないですか。あ、ちゃんと言ってきて、ね、他の人にも言っときなさいってことですよね。すごいでしょ。このね、コミックスまだ一巻なんですよ。これで、ね、40巻ぐらいありますから前田明っていうコミックスが。いやー、なんか素晴らしい時間だったんで、ぜひまたよろしくお願いします、はいはい、どうもありがとうございました。皆さん、ぜひチャンネル登録とできれば高評価お願いします。ツイッターも開設したので、そちらのフォローもお願いします。あとですね、この人の話が聞きたい、こんな話が聞きたいなどの